1.8ヘクタールの森林公園である。阿武熊川、水系荒川中流右岸の水防林に遊歩道を整備して作られた。保健保安林に指定されている。暴れ川だった荒川の治水のため、江戸時代より近隣住民の手によって水防林が整備されてきた。最も古い記録は1813年の佐賀川、省の村による植林願いである。 水防林は氾濫流の速度を下げて、農地や居住地への水と土砂の侵入を抑える機能を持つ。水が溢れることを許容する地水として、霞堤と呼ばれる不連続堤も併用された。水防林は、洪水時に堤防前面に木を吊るして、破堤を防ぐ木流し工法の材料としても利用された。水林自然林は、 新井地区の水防林を自然と触れ合う場として福島市が整備し、1975年4月1日に開園した。現在は指定管理者制度により、福島県北森林組合の管理が行われている。林は赤松、犬市で、針切り等により構成される。遊歩道と河原に総キャンプ場があり、自然観察のほか、 バーベキューや福島市をはじめとする南東北の食文化である芋煮会の会場として人気がある。また、芋煮の食材や道具を用意しているレストハウスや周辺の自然や治水についての資料を展示した荒川資料室がある。ありがとうございます。